お疲れ様です。今日はですね、こちらゴブジャイレージエリコ入りやっていきます。ということで、環境のね、エリゴレデッキのエリゴレの枠ですね。はい、これがなんとゴブジャイに、なった方がね、ちょっと使われてましたのでやっていこうと思います。もう世界一桁とか、はい、もう上位で使われてるね、デッキですね。まあエリゴレでも十分強い。うわ、一バッチやん。目待ちね。はい。有名プレイヤー行きましたね。まあ、エリゴレでも多分十分強いんですよ。まあ、けど、まあ、環境で強いって言われると、やっぱゴブジャイね。はい。めちゃくちゃ多いんですけど、まあ、環境の強いやつら詰め込みデッキみたいな感じかな。さあ、ウッド使いました。なんだこれ、ホグか。ロキゴ来そう。いや。違った。ロイジャイっすかね。これ、ババ使った後、ちょっと渋いな。ナイトハンター。いや、珍しいけど、めっちゃロイジェイっぽい。もう形組んで、ファイブを使わせる的な。これ、どう？はい。あとは、後から考えよう。で、ソウルコールして、エレスピあるもんな。いや、でも、エレスピじゃ、足りない？ちょっといいレージ？熱い！熱い！ゴブジェイが？背中のやりこぶ頑張る。オッケー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 。だいぶ強いぞ。あー、まだナイトハンターなんだね。だロイジャイのナイト型っすね。ギャングで？ギャングだけで守りたい、理想は。よしよしよし。さあ、この散らかばったね。散らばったやりこぶがいいのよ。いやー、よし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 。しかも、さっきファイブ使ったよね。エリポン一旦置けるな。で、限界突破部分も防衛で硬い。よし。最悪ダクネスキキンとかでも守れる。ロイジャイでこれが止まんのかって話ですよね。よしよし。守れるかなこれ。悩み。守りたいけどね。まあ、これで、ユニットで守る。よしよしよし。よしよし。カウンターでゴブジャイこれつけたら、勝てるんじゃない？さあ、もうケツ、ババセパとかやっちゃう。いやー、これはね、もういいファイボです。仕方ないんで、もう許容で、破壊でいこう。破壊。破壊プラン。これしかも、追いババある俺。ちょっと強いぞ、これ。しかも、ソウルコールもある。え？これさ、止まんの？お兄さん。教えてよ。防衛方法、俺に。よいしょ。やばすぎ。化け物デッキ新たに来ました。はい、エリーゴレの枠がね、ゴブジャイね。いや、ちょっと最近ゴブジャイ気に入ってるんすよね。マジで強いのよ。ゴブジャイレイジ一足だけで何とでもなるんだよね。やば、破壊力やばいね。よし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 。これをやっていきます。どうしようかな。なんかエリポン置きたいな。まあ、雑に回していこうや。おー、まあ、仲良し。ね。相手でもラバっぽいプロフィールしてましたよね。バッチ。どうしよう。まあ、暇だね。暇だね。あ、ラバ来ましたね。いやー、まあ、これはディガーだけ拾いたいな。で、守れないんで、まあ、守らないぐらいな気持ちでいきましょうか。まずは、ホレイから。ワンチャンゴブジャイの背中で頑張れるかもね。これ。やばい。うわー。なんか、思ったより、やばそう。コウモリ残れば熱い。残ったんこれって。いや、一応残ってはいたか。いやー。いや、まあエリポンは残ったよって考えたら悪くないんか。いや、エリポンガチ勢なんですよね。まあバルーン来たら止まんないんですけど、相手もバルーン出すと守れないと思うんですよね、お互いね。
よし、で攻めやらも打ちたいな俺は。やっぱ結構痛い、バルーンが痛い、バルーンが痛いけど、まあ悪くないでしょ。いや次のラバル頑張って守ろうこれ。コストないけど出しちゃう。頑張って守るしかないこれ。相手のインドラはねもう知らない。レイジで祈る。でダクネで頑張る。でゴブジャイで頑張る。え頑張れそう。ちょっとえ意外と頑張れてんな。やだ、あまります。雪玉が来る。耐えれる。うわうわあうっ、マジ悪くないマジ悪くない。守れない守れない。俺も行くしかない。マジ悪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 。やりこぶ、やりこぶが投げた。レイジ圏内。うーい、熱っ。どう考えても終わってた。どう考えてもいいね。なんか知らんけどゴリ押せてる。ガチやばくない。ドチンパン代表デッキでさえ鬼がかりラッシュ。熱っ。よし、まずは3000発と。これ合わせパでもよかったね。まあ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 。おお、ペッカか。このサイクルでそれされんのやだな俺視点。なんかカードの周り悪いな。しかも5じゃないから。マジエレキが、エレキが、いやまあ、うっ、ダクネ強っ。いやいや全然いいよねこんな。よく耐えた方でしょ。よし、あとは一旦エリポン置きたいな。マジックアーチャー、これはヤレージか。ヤレージで飛ばせます。これで俺のがダメージリード。エリアダーでも取られてそうだけど。でこれにまたケツペッカー。エリポン置きたいな。おお、ヤナメのパターン。なんでヤナメ今打つのっていう。もっと早く打てばよかったんじゃないの俺。ごめんなさい俺。まあ、エリポンいきます。エリポン命、限界突破ババあります。さあペッカにはまあ正直エリゴレの方が刺さりやすいんですけど、まあまあまあそんなの関係ねえ。両サイ行けばいいんだよな。ダチペッカッション。じゃあもうこっち頑張らせてもらって。あーまあ交換しようプランスね相手は。でもこれ俺多分守れるんだよねババで。あれに嫌な虫したかったけどな。いやいや、でもこれはねガインを受けてからの嫌な虫しよう。よしよし、いや戦略的、めっちゃ嫌な目。ババにもしっかりダメージ与えてる。これ守れば勝ちです。守り最強、時間稼ぎ、エリゴレ的なゴブジャイ。よしよし、さあレイジも使っちゃってね。やばい、相手もレイジ。これ
ペッカ工場のレイジ型だったんや、気づかなかったっす。レイジがいいんだよね。おい鬼がかりラッシュプレー、よし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 、いやめっちゃ強いか。トリマエリポンだよな。あー昔はクロス使ってたプレイヤーですよね。今はクロス以外でしょう。エリポン回してさあ初手に使われると 気分がね害されてしまう。レイジレイジかよってなる。もうスパーキーかなんかやんってなる。あーナイトボンバーはラバの可能性がある。あドリルもありますこのプレイヤー。エリジェでした。なんでやねん。ファイブクルトジジウッド、エレジェウッドはこれはまたレアですね。いやダクネ残ったのでけえ。コウモリ一応一体、まあまあいいでしょう、ないよりはね。さあまあエリポンっすね。多分ライトニングでしょう。最近のエレジェはね、あーそれね、迫撃エレジェねいるんですよね。なんか特殊な趣味を持ったプレイヤーが使ってる。強っ。フェニックス強くね。残るスケキン。でレジャーいいか。まあだいぶ削れないかな。そんな削れないのかな。いや結構削れるぞこれ。で限界突破は迫撃なのかな。あーボンバってそんな強いんだ。え影怪しくね。いやウッド嫌だな。エリポンきてえけどマジでおけん。いやーいいね。迫撃通してくんの嫌っすね俺視点。いやでもこれまだ全然あるよ。相手の呪文が分かんない。もう一回我慢。いや防衛迫撃強え。ちょっとボンバ強え。なんでこんな相性悪く見えるんだ。相性が悪いのかこれ。相性が悪いことにしとくこれ。これなんかね、そんな特に何も悪いことしてる感ないんですけど、ボンバーが悪いのかな。なんだろうね。迫撃無理。えめっちゃ強いやん相手のデッキ。なんでエレジャイか。なんかババでエレジェに強いはずなんだけど、ボンバーウッドでしかも防衛迫撃で世界変わってんな。おいふざけんな。エリゴレの方が良かったんか。まあエレジェはちょっとレアでしたかね。もしもさんさよろしく。エリポン来たいんだよね本当に。本当にエリポン来たいのよ。まあ、レイジでね。エリポン。いやー、いいんじゃない。嫌な目でも回せます。まあ、ケツババ周りです。
まあこれで動いてくれなかったら一本みたいな。あちゃくい。いやめっちゃめっちゃレアです。まあレアでもないか、最近ちょっと増えてきたな。あちゃくい迫撃とか、まあ、あちゃくいディガポイがあるか。うちのゴブジェイ頼む、あのあちゃくいを縛いてくれ。よし、これは押すから。あちゃくいが変なとこ行っちゃう。おー待って、まさかのクロス、想定外すぎる。まあこれきつ。さあまさかのクロスボウでしたね。まあ呪文で耐えれそうでもぽい。うん、あちゃくいか。まあまあまあないとね、限界突破ないと強いしね。まあ呪文はファイボかロキか、呪文打ってこないと。うん、呪文打ってこないと。エリゴレ、まあゴブジャイ頑張れそうだな。ドゥドゥーン、まあこれ1周目のババもうどうでもいいんでね。どうでもいいって言ったらかわいそうですけど、限界突破ババのためのね、準備段階ですよね。あちゃくい、え、なんかすごいくっつけた。まあ雑なカード回し。ロケでした。ロケットならワンチャンあるな。ワンチャンどころじゃねえな。これね強えよな。エレスピも強えよな。流れが来てます。うざそうこの攻め。からの、うーですよね、そうなるよな。エリポン、エリポンせこない。まあ自分で使っててあれなんですけど、相手の防衛エリポンがなかったらマジ完璧で俺勝てないじゃないですか。あんな綺麗にね止められて、エリポンがあることによって守られはするっすけど、てかまあ守るためにロケット絶対使わないといけないから、使わしてエリポンが溜まっていく。で気づくとエリアドの暴力と。ドチンパンやないかい。ドチンパンがクーラーの気持ちいいのよな。されるとマジで発狂する。え、ロケコだ。珍しい。いや、ホグやん。この手札で嫌だな。うわー、最悪だ。いや、打つかも。禁忌したかったんですよね、マジで。ってことはでもクエイクっすね。お？本当にそれいるのか。まあ、ここにボムを使いたかったってことかな。さあまあこれエリゴレよりゴブジャイの方がボムタワーにちょっと勝ちやすいんじゃないんと思いながらのロケット方針やねんな。エリポン一回置く？さすがにクエイクか？これも。クエイクじゃないパターンあるかな。
俺は後のことだけ考える。いや強っ、そのマイティやべえわ。冷静に、うん、違うよ、ダクネの方がやべえよ。よしよし、ギギギ、フルパンチ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 、あつ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 、いやでも俺のダメージいっためっちゃ入ってるわ。思ったより熱くなかったか。あーそれ強いよね、ボムが強えのよ。おでもちょっと入るの幸せだったりしちゃったり。855か、どうやって削れますかね先生。本当かい、スケキンが弱いな、こう見たら。あでもはみ出る、ごめん弱いとか言って、めっちゃ頑張ってるやんスケキン。え呪文剣だよ、捨ててくるってことね。え？これさ、マジで誰が正しくて誰が間違ってるんだこれ。おーあれなんか分かんねえけど、ラッキー。さあプロフィールにヒーラーはちょっと嫌な顔しますね。嫌な香りがね、もう絶対エリゴレや、エリゴレです。同じか俺と。さあこの待ってくる感じもエリゴレです。おーやめっちゃ待ってくんな。やりごぶ頑張るね。タルババ、あーマジで近いってか、タルババ、あエリポンゴレだ。まあ一緒っすね正直仲間っす。俺の方がエリポンゴ遅かった、運が悪かった、ざけんな。いやーこれねーめっちゃ悩むけど、正直もうね攻めちゃってもいい気すんだよな。いやーライドラガチ渋いスケドラ、まあ守るか。スケドラ嫌です。うーまさかのマジハゲデッキだ。ああつまんねマジでつまんねえや。ワンチャン残れば楽しい。うわークララ最高。よし、うーんいやマジチンチンパンオブチンパンデッキ対決ね。いやーこれマジ初手リポンの差です、このダメージは。本当にエリポンが5番目にあるか7番目にあるか、その運命によって受けたダメージなんでやねん。絶対ババ来ると思ってました、無理です、降りてくんなきゃ負ける。よしなんであんな全部ミリで残った、耐えてくれ。
ケドラ、うわもう、んチンパやないかい。やばすぎこれ。あげる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 。え、これ待てんの俺。なんで気づいたら俺が不利になったのかな。あー、グラノワって楽しいなぁ。やっと面白いぞ。おーヒーラ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 。おい、なんでや、なんで俺が負けんの。ヒーラーおめでとう、合格です。あとエリポン5番目、おめでとう、合格です。カリカリカリ、鬼がかりラッシュ。おい、また3000発フィーバーやんけ、熱っ。よし、ペッカでしたね、多分言うの出て思い出しました。ガゴエレキね、マジアチいません、天国です。よし、もうババまで行っちゃおうかな、さすがにファイブ来るか。マジ暇すぎの。あー、そう、相手もレイジか。いや、レイジが強いのよ、この。まあ、ギャングで全部終わるね。よし。まあ、ペッカしかいないんですけど。よし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 。エリポーンいて、工場来たら、もしかしたら、読みファイボとか来ちゃうから、ババじゃなくて、とか思ったけど、ババでいいや。頑張れ、もっと頑張れよ。マジ打ちいないんでね、これは耐え毒です。969でしょ、もう全然ダメージ受けてないようなもん。それは言い過ぎ、ソルコールあります。ソルコール、ギャング追加あります。まあゆっくり行こうか。マジで最終形組めばもうね、フィーバーよ。90% 超えのループを誇ります。熱い。あーと、これね、受けきついのかね。ゴブジャ行きて、行くか、これ正直。デスケキンまで行っちゃう。いや絶対ダメだ、これだけでペッカを溶かす。よし、でもこれでいいのよ、これでいいのよ。クラロアはあります、ファイブ使いました。なんならもうババまでつけちゃいたいもん。ダークね、強ペッカ相手にケツゴブジャイしちゃうっていう。熱そうじゃね。わあ、めっちゃいい、その工場やばっ、良すぎるだろ。でもダクネも入るし、なんかこのギャングも入るし、もう見て右側、うえ、左側落ちるんかい。相性良すぎるな。結果はね、今マジで弱いからね、でかすぎん。さあ、というわけでこちらエリゴレがゴブジャになった審判、マジで楽しい。はい、超簡単だと思うんで、皆さんもぜひやってみてください。これはちゃんと動画もお願いします。お疲れ様でした。またね。